こんにちは。剣道のある生活の田村です。今回はですね、前回、通してご覧いただいた田原先生の稽古をスローモーションで見てもらおうと思います。私たちが普段指導していただいている内容を見事に見せていただいたんでですね、永久保存版として、編集して、皆さんにも見ていただこうと思います。それでは動画を見ながら分かる範囲で解説していこうと思います。まずですね、田原先生の剣道の特徴というのは、足から技を始めるということと、竹刀操作は左手を押して右手を押す一拍子の打ち、この2つが大きな特徴だと思います。1本目は面を打たせて出腹の小手です。1歩2歩と攻め入るで、目に行くぞと打ち気を見せると相手はそれにつられて手元が上がる、そこを出腹の小手、見事なこう出腹の小手だと思います。で次は、攻め入って相手が打とうとするところを制すると、タイミングが合わない場合はこうやって相手の動きを封じるというところを教えてくれています。でそこから次の技で、3つ目は飛び込み面。左足で準備して右足で攻め入る、でそこで、打てると判断したらそこから面に飛ぶと。必ず攻め入って相手の動きを確認して、では出す技を決めているそうです。次は面を打たせておいて、出鼻こと、足から入って面に行くぞと見せて、その状態で相手の手元が上がった時に、一拍子のことを言ってます。見事ですよ、見事にこう 面を打たされる。もうこうなってくると何をしても田原先生の思い通りになっちゃうんですよ。今のは攻め込んで近間の面、一歩入ってで、もう一歩攻め入って面が打てると判断して面を打ってます。で近間に入り込んで止まるとダメな間合いになるらしいんですけど、こう動きを止めずにこのように一歩二歩入ってそこから近間の面が打てれば、それは利合いにかなってるんだそうです。いや小手道、面を見せて面を打たせて小手で、小手を打った時にはもう右足は胴に抜けられるところまで行ってるんですね。で相手の竹刀をかわして胴を
これ伊藤さんからすれば目の前から田原先生が消えたように感じてるはずです。次はその場での出花ごてです。伊藤さんが面に行くタイミングが早かったんで、田原先生はこう攻め入る右足をそのまま踏み込んで出花ごてに変えてます。これも田原先生が攻め入ってきて、何かしなきゃというところに竹刀を制されてですね、動き取れなくなると、やりたいことがさせてもらえなくなるという典型です。一歩入ってそこからの飛び込み面、これも足から行って二歩目、相手が動かないのを確認して飛び込み面、その時に右足がつくところまで行って竹刀を振ってるんですけど、そのためには右手を全く引かない一拍子の竹刀の操作をしています。伊藤さんもどうしていいか分からなくなってますね。これは分かります。私らもそういう思いをずっとしてきました。小手から変化して面、これは基本の稽古の中でもやってますけど、足を飛ばしてから竹刀は小手から面に変化する、一拍子の打ちができないとできない技なんで、審査で使うわけではないんですけど、竹刀操作を学ぶ上で必要な技としても稽古をしています。面を打たせて出花ごて、もう体を少し前に出すだけで面に行っちゃうんですね。もう催眠術にかかったように面に行ってしまうんです。田原先生のこう攻め入ってくる体を寄せてくる動きが、もう面を打たさ面を打たなきゃしょうがないような、そういう形になるんですね。で打っていくと、打たれて返されて、で抑えられて、でそれを可能にしているのはやっぱり左足で体を送る足さばき、それとギリギリまで竹刀を振らなくて済む一拍子の技というのがあるんだと思います。いかがだったでしょうか。田原先生の技の数々、すごかったですね。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。